一酸化窒素合成酵素とは、窒素酸化物である一酸化窒素の合成に関与する酵素である。脳は単純な科学的構造を持つ分子であるが、常温において、気体の状態で存在し、生体膜を自由に通り抜けて、細胞情報伝達因子として機能する。脳は、アポトーシス、血圧変動などの過程に関与する。ノスは、常時細胞内に一定量存在する。 抗成型の巣と炎症やストレスにより誘導される誘導型の巣に分類され、さらにクノスには神経型のノ,ノスと血管内皮型のエノスが存在する。近年ではミトコンドリアにもノスの存在が示された。ノスによる脳合成反応。図中でオレンジ色で示されているのは酵素のヘム V ノスはアミノ酸である L アルギニンから、 エルシトルリンと脳を合成する代謝反応に関与する酵素である。ノスの補酵素としてカルモジュリンや還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸が働いている。以下はノスにより生成された脳の生理作用として代表的なものを挙げる。その他にも脳は細胞障害作用や殺菌作用など種々の作用を示す。詳細は一酸化窒素を参照のこと。 L-Arg から脳及び L-C-I-T を生成する反応は n g ヒドロキシ l アルギニンを中間代謝物とした酸化反応である。1モルの脳を生成するために2モルの酸素分子と1 5モルのナットフを必要とする。ノスにより触媒される脳の生合成反応は以下の式により示される。3種類のノスはカルシウム結合タンパク質であるカルモジュリン、結合部位を有し、 イノスおよびエノスは、ca に依存的に結合するカルモジュリンによって活性化される。イノスは、もともと ca に非依存的にカルモジュリンが結合しており、炎症性刺激として知られるリポポリサッカライドなどによって誘導される。さらに c 末端側には、シトクロム P450 と相当性を有する、ドメインを有する。ありがとうございます。